ありがとうございます。ジェントルメンさん、ジェントルメンさんしか勝たんです。ひらきさんよりも好きです。ひらひらさんよりも好きです。ありがとうございます。ともさん、ともさんしか勝たんです。ありがとうございます。キスさん、ゆりビース、イエイ。ガクさん、初見詐欺師です。だってちょっともう自分で言わないでくださいよ。ガクさん、7時ちょうど現行犯逮捕です。逮捕です。今日はいつもよりね、何時間の8、9、10、3時間ほど早いんですけど、皆さん来てくださってありがとうございます。とっても助かります。嬉しいです。明日はね、そう、朝がちょっとね早いので早めの夜の配信にしてみました。テロップを書きます。10月からアイドルデビュー、初見さん丸、OK、よし。レどこだ。よしひこさん、ゆりビーズ、イエイ。高人さん、ゆりも好きです。なんか今日倒れすぎかしら、これ。よいしょ、よいしょっと。どこまで見なきゃ。あと、おっちゃんさん、おっちゃんさんしか勝たんです。ミミーさん、はじめまして。はじめましてじゃないです、ミミーさん。7時2分現行犯逮捕です。逮捕しました。ひろきさん、 TikTok 見たよ。ありがとうございます。嬉しいです。あの TikTok ね、昨日更新しましたので、よかったら皆さん見てくださると嬉しいです。ショールームのプロフィール欄から飛べるので、よかったらお願いします。コメント返してます。たまごさん、ゆりビビーム浸透を狙うって言われちゃった。ゆりビビーム難しい。最近なんかね、ビームできないんですよね。かみかみさん、ゆりピースキービー、あ、間違えた、ゆりピースキービース、ありがとうございます。カレルさん、こんばんは、来てくださりありがとうございます。アイスレモンさん、こんばんは、来てくださりありがとうございます。7時なのに皆さん嬉しいです、来てくださって。おもかつさん、ゆりも好きです。アロマさん、ゆりピース、イエーイ。楽しみに待ってたで嬉しい、ありがとうございます。私もね、はるかさんとお話しするのをね、楽しみに待ってました。早く7時なんないかなって待ってました。カープさん、初見詐欺です。だってもうなんかみんな自己申告制になってきちゃった。前までは初見ですだったのに、もう皆さん詐欺を認めてるんですね。ということで、7時3分現行犯逮捕です。逮捕。あー、ジェントルメンさん、クラッカーありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そう、全然ギフトのお礼ができてないので、ちゃんとねさせていただきます。ケロッグ、テロップかね。えゆりケロッグって言ったのかしら。皆さんギャグ戦がお高いです本当に。みぞたんちゃん、無音初見55回目です。だって初見じゃないです、多分聞こえてないと思うけど。みぞたんちゃん、現行犯、あ、7時4分現行犯逮捕です。逮捕。あさん、可愛すぎる。とんでもないです、全然ですよ。ありがとうございます。可愛くなれるように頑張ります。ミミィさん、はって初見詐欺したかなって、ちょっと記憶喪失になってますね。ミミィさん、初見詐欺はダメです。あー、みぞたんちゃん、ユリビーズ、イエーイ。ジェントルメンさん、21時から日向坂あるよね。そうです、日向坂46さんの YouTube ライブ、多分新曲発表ですかね、わかんないんですけど、それもあるし、明日の良いとかもあるので、今日はね7時からにさせてもらいました。多分新曲のタイトルかな。あの多分ね、タイトルはね、テカっていうタイトルだとね、私はね思います。あの谷村美久さんのポスターにテカって書いてあったし、昨日 YouTube に上がった斉藤京子さんのなんかショート動画
もうなんかてか最近てか最近ってテカって何回も言ってたから多分テカなんじゃないかなって思います。曲名よしひこさん BGM ゆったりもいいねありがとうございます。なんかこれお気に入りなんです。ヒロさん初見です。だってねヒロさん初見じゃないです。悲しすぎた原爆です。そんな初見っていうの1時5分現行犯逮捕です。逮捕あひろさんに可愛すぎた原爆って言っていただけた嬉しい。やったありがとうございます。嬉しすぎた原爆です。これマイブームなんです。すぎた原爆っていうの。たまごさん YDK やればできたおじさんなのでゆりぴの配信に間に合いました。やったありがとうございます。嬉しい。結構ね皆さんなんだかんだ来れないかもって言ってもねしっかり皆さん来てくださるところがね本当に大好きです。ありがとうございます。ももかつさんハートいっぱいありがとうございます。かわいいここいっぱいハートくって言ってる。ありがとうございます。イエーイキュンです。ありがとうございます。カープさんカープさんしか勝たんです。赤人さん読まれたのにくるくるもう一度ゆりぴんスキピョンスキピョンスキピョンこっちか赤人さんありがとうございます。ゆりもスキピョンです。ぴょんぴょんのるちゃんさんゆりぴんしか勝たんありがとうございます。のるちゃんさんしか勝たんです。なしばたけさんこんばんは来てくださりありがとうございます。今晩も安定の可愛さですね。とんでもないですよ本当にそう言ってくださりありがとうございます。よしひこさん逮捕されるルームだったのね。初見詐欺する人は逮捕しております。ミミィさん全く心当たりないので否認します。だってちょっとそれはもうダメです。ちょっと病院に行ってください。ダメですよミミィさんいつも初見詐欺してくるのでアオちゃんさんこんばんは来てくださりありがとうございます。ホッサルさん初見です。初見じゃないですホッサルさん。7時7分現行犯逮捕です。逮捕初見詐欺はダメ絶対ですよ本当に。あつたゆきひとさんこんばんは来てくださりありがとうございます。もさんゆりぴの配信間に合わないかもで結局来てくださってるところに私は愛をね感じました。ありがとうございますもさん。まっちゅさんゆりも好きです。かずささんこんばんは。あれ曲止まっちゃった。なんか待って悲しい音楽になっちゃった曲よいしょ。かずささんこんばんは遅刻した初見です。初見じゃないですかずささん。遅刻も8分とかなので全然誤差の範囲です。でも初見詐欺なので7時8分現行犯逮捕です。逮捕初見詐欺バカ次もだマッチュさんもだ。マッチュさん絶対初見じゃないです本当に。7時8分マッチュさん現行犯逮捕です。逮捕筋肉さんこんばんは来てくださりありがとうございます。モさんあこんばんはゆりぴましてゆりぴましてって何ですか。ゆりぴましてって初めましてみたい。ホッサルさんこんばんは来てくださりありがとうございます。逮捕後のご挨拶ですね。みぞたんちゃんゆりぴの生日変わったの分かるかな。では仕事なのでさらば。あ本当だ前まではなーたんさんの次にあったのがひなぴょんみやちゃんみはるちゃんゆりやになっておりますね。これは純不動だと私は信じております。ミミィさん初見詐欺向上委員会開こうかな。ダメです。開かないでください。初見詐欺はダメ絶対なので開かないでください。ダメです。あーあーあーさんゆりぴしか勝たんありがとうございます。あーあーあーさんしか勝たんですりえちゃんのアバターだ。そうゆりもねアバター欲しいんですよね。アバター次からやろうかしら。なんかあの学校がね始まったらまたなんかイベントのね なんていうんですかねちゃんと毎日配信できるかがわからないのでね、とりあえず大学の履修登録が終わってからイベントアバター券のイベントをやろうかなって思ってます。マッチュさん俺がユリピを逮捕するだって100年ハグの刑に処す
なんでダメです、逮捕しないでください。私は不死身無敵なので多分逮捕できないと思います。100年ハグの刑、私はあれですね、100年ハグの刑にされちゃうみたいです、マッチョさんに。モさん愛があるに決まってるじゃないですか、モモ好きです、かっこ棒気味って書かれちゃった。なんでなんかそう、ミヤタールームでかな言われたんですよ、なんか 棒読みって言われて、でも私結構棒読みなんですよ日常生活でも。でもだからと言って本当に思ってないとかじゃなくて、私嘘つけないので本当に思ってることしか言えないので、棒読みかもしれないんですけど、それは本音でございます。どこまで見たっけ、ってミミィさんに言われちゃった。初見詐欺はねダメなんですよ本当に。よしひこさん逮捕された後はどうなるんじゃろうだって、考えてなかった全然そんなの。逮捕された後はどうしよう、私の雑用係ですね。私の雑用係に任命したいと思います。まず私自分で髪の毛が巻けないので、ちょっと髪の毛をね巻いてくれたりとか、なんだろう、何がいいかしら、あとは時間を教えてほしいです。私本当に時間ルーズなので、いつもスマホをね肌身離さず持っていってます。すぐ時間が見れるように、音楽をかけ、スマホ音楽かけておけばこう常に時計が表示されるので、常にねスマホで音楽をかけてこう時計をね見てるように心がけてるんですけど、全然ダメですね。なのでやっぱり教えてほしいので、私に逮捕された人は、逮捕された後は雑用係として髪の毛を巻いてくれるか、時間を教えてください。お願いします。卵さん、ここは初見詐欺が多いルームなんですか、初見なので分からなくて、初めまして初見です、だってねえ卵さん、もう 100% っていうかもう 1000% 1万%初見じゃないです。あ、絡まっちゃったよ。7時12分現行犯逮捕です、逮捕。逮捕です。あ、秀才に見えますね、だってありがとうございます、私秀才なのでありがとうございます、よかったです。あ、健次郎さんこんばんは、みやたんのこれイケボで読まないといけないやつだ、ユリア好きだって。イケボで読まないといけないやつ、ありがとうございます。健次郎さんユリも好きです。ありがとうございます。あ、待って、みやたんだ、みやたんがいる、ユリピースキピだって、恥ずかしすぎる、恥ずかしい。ミヤスキーピーだって、マッチョさんがミヤタンに愛を届けてる。あ、ケンジロウさん浮気がバレてるよ、大丈夫ですか、さっきケンジロウさんユリア好きだって。ミヤタンみたいにイケボでできないんだけど、そう、告白されちゃったからね、ちょっと浮気現場ですねここ。あ、ミヤタンシュキシュキだってケンジロウさん、ちょっと切り替えるの早いですよちょっと。かわいい、ミヤタン、ミヤも好きです、だってかわいすぎるんだけど、本当にかわいい、ミヤタンなんでこんなかわいいんだろうね、ミヤタンって。もう本当になんかね、実際の方がね本当にかわいい、ミヤタンだからね、みんなも早くね現場が棋風とか直接オンラインかどうかまだわからないんですけど、直接ね会えますっていう現場があったら絶対に皆さん会いに来てくださいね、お願いします。あ、やばい、またコメント溜まっちゃった、どこだっけな、あ、マッチョさん棒のところも好きです、だって、ありがとうございます、マッチョさん。ケンジロウさん十股やからね、だって十股はやばい、私五股までしか許さないので、ちょっと五人誰かちょっと諦めてください、五番目に私のことも入れておいてください、お願いします。そう、日常生活が棒読み切りね、これめちゃくちゃね言われるんですよ、なんか
塾の先生にも言われたし、部活の顧問の先生にも言われたし、友達にもしょっちゅう言われるんですよ。なんか、それなって言っても、本当にそう思ってるっていうよりね、いつも言われるんですよ。でも本当に思ってることしか言わないので、あの棒読みかもしれないんですけど、本当にあの思ってます。忘れないでくださいね。さとくんさん、はじめまして。さとくんさん、こんばんは。コメントありがとうございます。さとくんさん、素敵なグループになること応援してます。だってありがとうございます。さとくんさん、はじめまして。高沢ゆりやです。19歳、大学1年生です。10月に TIFF のステージでアイドルデビューさせていただきます。今ならまだ子さんなので、よかったら応援してください。 Twitter、Instagram、TikTok、ショールームのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。マッチョさん、ユリピのことマッチョも好きです。あ、棒読みだ。ユリピのことマッチョも好きですって。棒読みで言われちゃった、マッチョさんに。ヨシヒコさん、雑用するかな。だって嬉しい、雑用係。お願いします。私の雑用わけですね、ヨシヒコさん。なんか失礼すぎる。全て棒読みなら感情が全くないのですね。だって感情ありますよ。あの四季の変化並みに私ありますよ、喜怒哀楽。なので安心してください。逮捕後はフォーチュンプレイだって。雑用です、雑用。雑用係で、雑用係やります。だって、結構多い、嬉しいです。私の QOL が上がります。とりあえず時間をね、教えてほしいです。あの電車あと何分で行っちゃうよとか、めちゃくちゃ教えてほしいです。全員で言われたら認めざるを得ないのですが、で認めてください。ミヤを逮捕してあげてって。ミヤタン初見詐欺。ミヤタン知ってない、知ってない。でもより早くミヤタンにパンチされたい。あ、一回されたか。もう一回パンチされに行かないの、ミヤタンに。雑用係、あ、残飯処理班とかも狙って。確かにそうかもしれない。あのそう、残飯シェアです、シェア。私のご飯をあのお裾分けもらってくれる係も欲しいですね。あのサラダとかもらって欲しいです。髪の毛ついて髪の毛乾かしてあげます。だってマッチョさん嬉しい、ありがとうございます。髪の毛長いのでとってもね助かります。じゃあちょっとこっちのコメント読もう。みやたんに初見ですって。初見詐欺されちゃった、みやたんにね。恥ずかしすぎる、なんだけど。みやたん7時18分現行犯逮捕です。逮捕。みやたんはもうね、一生ゆりがあの逮捕して監禁します。あ、マッチュさんもだ、初見です。だって、え、マッチュさんよりさっき逮捕した気がします。だから今ね、刑務所にいるはずなんですけど、マッチュさん。もう一回逮捕しますね。7時18分、マッチュさん現行犯逮捕です。逮捕。パンチされたいわ、やばいってミヤタンに言われちゃった。え、よりミヤタンにならもうね、100回ぐらいパンチされてもね、もう余裕。本当に余裕。あのね、なんだっけ。え、そう、ゆりね、結構ね、強いから、多分ミヤタンのパンチ。へにゃへにゃって感じだから。絶対ね、大丈夫。え、みやたんコメントしてて見えてなかったかもね。どこだろう。え、反映されてない。あった、初見ですってみやたんに言われてた。初見詐欺されちゃってた、さっきのさっきに。逮捕して、甘えのコメント読んでおります。たまごさん、逮捕して裁くのではなく雑用やらすのワロタンって言われちゃった。そう、雑用です、雑用。私はそう、時間にとってもね、ズームじゃないルーズなのでね、そう、時間を教えてほしいです。ゴンゴさん、あ、ゴンゴさん、はじめまして、こんばんは。来てくださりありがとうございます。あ、今ミヤタンいますよ、ここのルームに。ミヤタンいます。ちょっとコメントではね、あれ、あ、ご本人
だ、リエタンも着る。リエタン、リエタン、今日すごいめちゃくちゃ豪華です。私のルームミヤタンとリエタンがいます。あと誰か他にいるかな、潜ってる人。モグリン、モグリン誰かいるかな、わかんないけどゴンゴさん、はじめまして、こんばんは。高沢ゆりやです。なんだっけ、大学1年生19歳です。10月に TIFF のステージでアイドルデビューします。よかったら押してください。今ならまだ子さんです。ゴンゴさんが私のことを応援してくれたらとっても幸せになれるので、あのフォローなどお待ちしております。ゴンゴさん、ちょっと待ってくださいね、ちょっと順番に読むのでお待ちくださいね。あ、やばい、また10分も渋滞しちゃった。ちょっとやばい、巻くのは火傷するので嫌です。だってマッチュさん、あの私、あの火傷したら看病します。神々さん、雑用するので逮捕お願いします。だって初見詐欺とか悪いことした時だけ逮捕します。マッチュさん、あ、ミヤ好きだって下手くそでよりできない、ミヤタンみたいにイケボのやつ、ミヤ好きピーだってマッチュさん秀才に見える、あくまで見えるだけなんだって。秀才です、私本当に秀才です秀才、ウサギ罪、ウサギ罪やめてください。ウサギ罪本当に本当にダメですちょっと待ってください、48件も溜まっちゃった、やばいやばいやばい、ちょっと待ってくださいね、ちゃんと読むのでお待ちください。得意技の準備はしてないです、ちゃんとしてませんある意味天才かも、だってある意味じゃなくって、あの真の天才ですあ、モさんてことで初見です。だってモさん、あれより今日何回逮捕したんだろう、モさんなの。7時22分、初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕です。あ、50日連続配信おめでとうって、ありがとうございます。50日記念日みたいです。ありがとうございます。皆さんのおかげで毎日楽しく50日配信できました。ありがとうございます。器用なのか不器用なのかだって。私大のつく不器用です、本当に。私より不器用な人多分ね存在しないと思います。本当に世界一不器用だと思います本当に。なんか噂によると、あの美晴ちゃんが、狭間美晴ちゃん、同じメンバー同じグループの美晴ちゃんも髪の毛が負けないって噂を私お聞きしたんですけど、そうなんか仲間がいてすごい嬉しいんですけど、でも多分ユリの方が絶対ね不器用だと思います本当に。多分不器用本当にナンバーワンだから、あのもしユリより不器用な人がいたら本当にね友達にねなりたいです。ミヤも超不器用です。だって絶対ミヤタン不器用じゃないよ。だって髪の毛負けるじゃん多分。あれ TikTok かな、巻いてたから。髪の毛負ける人は絶対不器用じゃないの。だからミヤタン絶対不器用じゃない。あ、でなんかみんな不器用の人が、みんな不器用だからミヤタン不器用じゃないから、嘘つき罪でミヤタン7時23分現行犯逮捕です。逮捕、絶対ミヤタン器用だもんケンジロウさん、じゃあワイも不器用です。マッチュさん、マッチュも不器用です。モさん、俺も不器用ですから。だって待って、ここの3名っていうのかな、3人の方はちょっとわからないんです。本当に不器用かどうかはわからないから逮捕できないんですけど、リエも不器用ですに関しては絶対リエタンは不器用じゃない。だってリエタンね、なんだっけ、あのリエタンも髪の毛負ける気がする。なんか前の配信髪の毛巻いてた気がするもん。だから絶対リエタン不器用じゃないもん。だからリエタン7時24分嘘つき罪で現行犯逮捕です。逮捕、絶対ユリより不器用な人いない本当にあ、待って、トッタンさん、初見です、こんばんは。レミリンルームから来ました。だってありがとうございます、トッタンさん嬉しい。ちょっとあの初見さんのコメント優先して読まさせていただいております。ちょっとまたコメントがなんかワープしちゃっててすごい申し訳ないんですけど、全員読むのでお待ちください。トッタンさん、はじめまして、こんばんは。高沢ゆりやです。19歳、大学1年生です。
10月に冬のステージでアイドルデビューさせていただきます。今ならまだ子さんなのでよかったら押してください。よろしくお願いします。カズサさん、無器用だから初見なんですってどういうことですか。ちょっとカズサさん何言ってるかわからないので7時25分現行犯逮捕です。逮捕カズサさん今日2回目逮捕。ミヤタン今日本日2回目の逮捕だって。そうミヤタン今日2回逮捕しちゃったカワチーだって全然カワチくないの。ミヤタンの方がね、あの数億倍可愛いの。本当にブーメランだよ。ブーメラン発言ブーメラン発言、ブーラメンじゃなくてブーメラン発言ミヤタン本当に可愛い。ネクサムさんキングオブ不器用です。だって絶対不器用じゃない気がする、わかんないけど私は雑器用ですお三名、ご三名、お三方、ご三方、ちょっと日本語難しくないですか。なんかなんだろう、丁寧にをつける言葉とごをつける言葉があるじゃないですか。ちょっと難しいですね日本語なんか日本人19年目なんですけど、ちょっと手が不器用です。だっていや私の方が不器用です。ゆりあれできなくて、最初なんだっけ、なんか呪術廻戦のなんかポーズなんかあるじゃないですか、あれできなくて、なんかね15分ぐらい教えてもらいました。もう忘れちゃったんですけど、これはねできます。領域展開みたいな、これはねできるんですけど、そうあと私ピースできないんです。ピースしたら小指立っちゃうからそのピースがねできないんです。なんか勝手になんかあれなんかねいい感じの時はこうでなんかとどまってるんですけど、本当に大体こうなってるので、本当にねちょっと自粛してもらいたいですね。この小指、意志がちょっと強いみたいなので、意志じゃない自我が強いみたいで、ちょっと主張がね激しいんです私の小指。不器用か試してください、一緒に暮らそう。多分ねもうストレスで死ぬと思います私と一緒に暮らしたら。私本当に何もできないから、多分もうね多分開始30秒後ぐらいで多分もうね夜逃げを考えると思いますよ本当に。ユリアも不器用ですってなんかモさんに言われちゃった。キタリエさん、キタリエ推しの力持ちさん、ユリピースイエーイ。ヒロさん不器用なのでユリピーさん結婚してください。ああぜひ私と同居してイライラしなければもうウェルカムです本当に。結婚指輪と婚姻届けお待ちしております初見詐欺罪の次は不器用詐欺罪。そう不器用詐欺罪もあります。だって本当にゆりより不器用な人ね見たことないんですよ本当に。ゆりあとミシンもセットできなくて自分で、あと裁縫もこれも通せないから、なんか変な銀色のおじさんのやつこうやって使ってそれでも入らないんですよ。だからめちゃくちゃ苦戦したりとか、あとなんだろうまあ、なんかもうね本当に数えきれないぐらい不器用です本当に。自分器用だから活躍するよ。だって助かりますよしひこさん本当にね。私結婚するなら虫が得意な人と器用な人がねいいんです本当にゆりぴ押しちゃっていいですか。押してください、ウェルカムです、押してください。待って、そうコメント本当に消えるかもしれない。ちょっと一瞬ちょっと前のコメント見ますね。ちょっとワープしちゃってごめんなさい。ヒロさんのコメントからいきます。ゆりっぴ先輩かわいい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 すぎて原爆ありがとうございます、嬉しすぎる。待って、ヒロさん俺はゆりっぴに逮捕される定め、ゆりっぴ大好きで名前が変わってる、嬉しい、ありがとうございます、嬉しすぎて原爆です本当に。でもこれはちょっとパクリだから過ぎた原爆やの。なんか他にあるかな、なんだろう、すから始まる偉人って誰かいたっけなちょっと考えた、思いついたらそれ使います。ゆり、あホーリーさんこんばんは、来てくださりありがとうございますガクさんコメント追いついてきたねって、これ本当にフラグ発言になっちゃって、今58件前のコメント読んでるので全然追いついてないんです、ごめんなさい。じゃあ僕はゆりぴの着替えは手伝います。だって、あそうゆりね、あれなんだっけ、福ひなちゃんに手伝ってもらったんです着替えあれだ、合宿最終日の日か、
の着てた私私服がなんかワンピースでここにそうこういう風になんかリボンがついてるやつなんですけど、自分で結べなくて、なんか結べるんですけど長さが違っちゃうんですよ。このリボンの長さがなんかこういうアンバランスな形になっちゃうから福ひにゃちゃんに結んでもらいました。本当にね、本当にダメなんですよ。なんかもうなんでこんなに不器用なんですかね。多分前世がものすごく多分器用だったから、今はね不器用なんじゃないかなって思います。岡田さんユリピースイエーイ。ネクサムさん、ネクサムさんしか勝たんです。ウサギ財の人たちばっ、あ違う、ウサギ財じゃないって、ガクさんのコメントなんだっけこれ、冤罪か、冤罪、冤罪の人たちばっかりって言われちゃった。え、でも冤罪の縁とウサギっていう感じもうほぼ一緒ですよね。思いませんか、そうやって。ちょっと待って、あ、やばいやばいやばい、またコメントが消えちゃいそうで怖い。ニーナリンゴさん、こんばんは、初見です。だって、え、待って、本物の初見さんかな。でもよりニーナリンゴさん見たことある気がする。ちょっとちょっとこれは自信がない、自信がないから片方で逮捕しときますね。ニーナリンゴさん初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕。多分一回ね、私ね、あのコメントいただいた気がする、わかんないんですけど。得意技の米消しかまだ発動してないです。ちょっと今すごい昔のコメント読んでます、ごめんなさい。高尾さんこんばんは、来てくださりありがとうございます。今更でごめんなさい。ヒロさん初見です、もう一回逮捕してください。だって、なんでヒロさん、初見じゃないヒロさん。待って、なんか名前にも初見ってついちゃってる。ヒロさん初見詐欺罪で7時32分現行犯逮捕です。逮捕。もうダメです本当に、皆さんあの初見詐欺ばっかりで困ります。ちょっと待って、やばいやばい、すごい追いつかなすぎる、やばい。なんか最初追いついてたのに、なんでまたこんな追いつかなくなっちゃったんだろう。ちょっとごめんなさいね、全部読みます。でも初見さんのコメントから優先して読まさせていただいております。グッサンさんこんばんは、コメントありがとうございます。グッサンさんはじめまして、高澤ゆりやです。19歳大学1年生です。10月に TIFF のステージでアイドルデビューさせていただきます。今ならまだ子さんなので、よかったら押してください、よろしくお願いします。あ、待って、リエタン初見です、逮捕してください。だってねえ、リエタンまだ見てるかしら、絶対もう見てない気がする、より読むの遅すぎて。リエタン初見じゃないし、なんならいっぱい会ってるから、もう7時33分、もう終身刑、終身刑にするかもしれない。もうリエタン7時33分現行犯逮捕です。逮捕。BGM 早いとコメント追いつくかも。だってまた天国と地獄流すやつになっちゃうこれは。どうしよう。でもいや、でもいける気がします、ちゃんと今日はいける、追いつく自信があります。マッチョさん、リエしか勝たんだって、リエしか勝たんよなあ、ケンジロウさんまた浮気してる、リエ好きだって。時間にとってもズール、ルーズ、てかズームって言っちゃったんです、間違えて、あの一瞬そう大学の授業のこと考えてて、そうなんか急にファって大学、そう、あ、履修登録ズームだっけみたいな思ってたら、間違えて時間にズームって言っちゃいました。ネクサムさん、ミヤしか勝たんだって、ミヤしか勝たんよなって。間違えた、これリエちゃんのやつら間違えちゃった。でもミヤちゃん本当に可愛い。リエ先輩大好き、結婚してください。だって求婚されてる、リエタンまだ見てる、多分見てない気がする。リエ先輩って、自習してる、してくる人も出てきたって。そう、なんか自習してくる人もね最近多いんです。本当になんでみんなそんな逮捕されたがるのかしら、不思議です。本当にシフトが決まっていないのですが、1日は TIFF に行く予定です。会えたらいいな。あ、お待ちしております。ホーリーさん、ちょっとあのいつ出るか言っちゃいけない、まだ公式で発表されてないのでまだお伝えできないんですけど、あのとりあえずね 1,2,3 日開けておいてくださると嬉しいです。タカラさんこんばんは、タカラさん来てくださりありがとうございます。
ゴンゴンさん、とりあえずフォローしました。嬉しい、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。よろしくお願いします。ゴンゴさん、マッチュさん、看病されたいので髪巻きますなんで巻いてください。本当に巻けなくて困ってます。巻けるようになりたい。スリア、インデラ、ズルズハローだって。ハロー。ちょっと英語、私発音悪いからね、あんまりね、ちょっとね、喋りたくないなんですけど、あの、読めますので、英語で皆さんコメントって言っても分かんないか、日本語でそれを言っても必殺ゲージ溜まってきた。だってちょっと溜まってるかもしれない。やばい。でも大丈夫です、いけます。まだ多分消えてないはず。消えちゃったかな。ギリギリ消えなかった。すごい、今消えてない。ひろゆきくんさん、初見ですなってね。絶対初見じゃない。ひろゆきくんさん、昨日も確か、昨日か一昨日もね、来てました。本当に。なので、ひろゆきくんさん、7時36分現行犯逮捕です。逮捕ゼクシー笑うんで、あ、本当だ、ゼクシー買ってくるって。リエタだから今多分リエタン、このルームにいなかったら、あの、もう見るのやめちゃってたら、多分今頃ね、近くのコンビニで、あの、ゼクシーをね、今買いに行ってるんだと思います10分、まさかこれはメーターが溜まり始めてるのでは。大丈夫です、今消えませんでした。今日はゴンゴさん、噂の逮捕はここだったのですね。噂になってるんですか、恥ずかしすぎる。リエちゃん、やっぱり大好きってヒロさんが言ってる。コメントがあと20ぐらい溜まると必殺技発動。今日は発動してないです、安心してください。今日は初逮捕だよって。え、ゆり2回何回逮捕したんだろう、おもさんのこと。なんかいっぱい逮捕してる気がしました。あ、そうだ、高野さん、そう、誕生日なので逮捕してください、高野さん、待って、なんで逮捕しないですよ、めでたい日に。ということで、高野さんお誕生日だから、ちょっとホワイトボードに書きますね。そう、今日はね、メンバーの福ひなちゃんも誕生日です。20歳かな、20歳、福ひなちゃん。福ひなちゃん、そう、ツイッターまだやってなくて、ショールームだけで、なんか今日朝ショールームやってたみたいなんですけど、私爆睡してたので今日見れなかったんですよね、福ひなちゃんの。話もう一回やってくれないかな、そしたら見に行きたい。あ、でも多分やらないか、今日の夜。あ、やばい、なんでこんなに文字が下手なんだ、私は。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、あ、できた。たからちゃんさん、え、なんで、なんかより、え、下手くそ、ちょっとどうしたらいいんだろう。あ、ケーキの絵とか描いてくか。ケーキ、ショットケーキ、あ、いい感じ、いい感じ。うまくないですか、ショートケーキ。よし、たからさん、お誕生日おめでとうございます。パチ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 たからさん、あ、じゃあここつくしょよ。たからさんがまだ見てらっしゃるかわかんないんですけどあ、逮捕だからこれも持ってた方がいいかしらあーし、絶対事故っちゃった食べかけのショートケーキね、ちょっと笑わせないでくださいはい、こういうことで、たからさん、たからちゃんさん、え、待って、ゆり、え、なんでちゃん付けにさんしてるんだろう、なんか二重敬語みたいになっちゃった。まあいいや、たからちゃんって呼びますね、たからちゃんさんお誕生日おめでとうございます。あ、います、だって、ありがとうございます、おめでとうございます。私、あ、福ひなちゃん、このあと8時から配信するようだって。本当ですか、8時。じゃあ皆さん、私8時で終わるので、あの、皆さん、あの、このあと福ひなちゃんの配信に行ってください。私も行きますなんでちゃんさんって間違えちゃった。だから今日からたからちゃんさんって呼びますたからちゃんさん、はーい。たからちゃん、ありがとうございます。え、じゃあなんか、あの、友達で、
そういるんですよ、全くあのそう名字がタカラって書かれてタカラちゃんって呼んでるから多分そうちょっとごっちゃになっちゃってさん付けしちゃった、恥ずかしすぎる。タカラちゃんさん、今日からタカラちゃんさんになりました。生きるのに不器用です、だってガクさん。あ、私がってことかな、ガクさんがってことかな、なんてだろう。どこだろう、どこ、あ、追いついてきたかもしれないコメント。マッチさん、月を見る心が上を向く月見パイ、え、私月見パイ食べたいんですよ。あのこの間マックをなんかあの一番高いやつ、あのなんか月見バーガーの一番値段が高いやつとポテト食べたんですけど、そう月見パイはね食べませんでした。なので明日とか以外でもミスドとか秀才なので分かるんですよ。そうだから器用にするね感じ。もう前、あ、ひろさん嬉しい、ゆりぴかわいい、かどっちだろう、わかんないや。お父さんが関西でお母さんとはしらすっていうみたいなんですけど、うんですよ、なんかイントネーション変だよ。あ、7時43分くださりありがとうございます、テスト期間なのに。マッチュさん、あ、そう、針通し、糸通し、なんかおじさんの絵描いてあるんですよ、なんか、え、描いてありますよね、なんか銀色のこういうやつで、ここにおじさんの絵が書いてあるやつだから私おじさんって呼んでました。かまさんこんばんは、来てくださりありがとうございます。え、コメント本当に消えるかもしれないフラグ出てた、え、今日は消えません、本当にこれはフラグじゃなくて本当に今日は消えませんので安心してください。全員分読みます。たかちさんこんばんは、ゆりぴこれから夜勤頑張ってきます、全力愛してるよ、ちゅ、ありがとうございます。たかちさんお仕事頑張ってください、応援してます。すから始まる偉い人、須田あかりさん、あ、それはもうとんでもなく AI です。お偉いさんです、あの歴史上の人物がいいです、私も嬉しすぎた玄白みたいな言いたいので、すから始まる、あ、嬉し菅総理とか菅総理、あ、でもまだ生きてらっしゃるからちょっと使うのは戸惑うんですけど何か巣から始まる人、誰か他にいたかな、す、いや菅総理しか思いつきませんでした私。あさ、私も虫が苦手じゃない人と結婚したいです、着替えますね、結婚しましょう、だって私は虫が無理なんです、私は虫が無理だから倒せる人じゃないとちょっとダメなんですよ本当に。だからちょっと結婚はちょっと却下させていただきます、ごめんなさい。あ、推古天皇、確かに推古天皇いいかもしれない、初期ですね天皇の。したら誰かいたかもしれない、他に何かいた気がする、水子天皇、なんかそこら辺、あ、蘇我氏か、それは菅氏と混ざっちゃった、あ、菅原の道真、あ、確かに菅原の道真、何した人だっけ、やばい、めちゃくちゃ忘れてきちゃった、菅原の道真何した人だっけな、忘れちゃった、やば、めちゃくちゃ忘れちゃった、何した人だっけ、菅原の道真さん、喧嘩した人でしたっけ、え、何の人だっけこれ、めちゃくちゃ初期に出てきたこの人、あ、なんだっけこの水徳上皇、やばい、なんかもう日本史受験終わったからめちゃくちゃ抜けてる、え、より日本史めちゃくちゃ自信あったのに一問一答死ぬほど回したんですよ、全然わかんなくなっちゃった、喧嘩なんかしましたよね菅原の道真さんって、あ、違う、学問の神様の人か菅原さん、嬉しい菅原の道真、ね、なんかアホっぽい、ダメだ。やっぱ杉田玄白が一番いいですね本当に。ゆりぴの前世は杉田玄白でした、だって私の前世は誰だろう、私の前世は誰っぽいかな。あ、私多分紫式部だと思います、私前世、私もなんだろう、多分その時に生まれてたら多分いっぱい俳句私絶対書いてると思うんですよ、ツイッターにツイートするノリでこう俳句をね
書いてると思うので、多分私の前世は紫式部だと思います。紫も好きなので私イリあうんイーリーソさん、ユリピース、イエイユリピース、トッタンさん、50ユリピちゃん、タイフ合わせで聞いてました。タイフ初めて見ました。レミリンの次でよかったら押しますよ。え、もう次でも嬉しいです、本当に。あの5番目以内に私片手で、トッタンさんの片手で収まってれば嬉しいので、あのよかったら、あのレミリンの次でもいいんですけど、5番目以内に私が入ってたら嬉しいなって思います。ぜひあの後悔させないので、よかったら押してください、お願いします。ひろさん、あ、ゆりぴすきぴだって、ありがとうございます。まだ見てますかね、ひろさん。ゆりも好きです、ありがとうございます。天国と地獄行くか、 BGM 入るとコメント追いつくかもなんてちょっとあの今日はゆっくり行きたい気分なので、今日はこれで行きますなんて読んだらいいんだろう次。あ、初見さんだ、待って、やばい、子さんに間に合うと聞いて飛んできましたって。え、まだ見てますかこれ、なんて読んだらいいんだろう、まいさんでいいのかな、え、あと楓ちゃん大好き村新さん、こんばんは、まだ見てますか、来てくださりありがとうございます。高沢ゆりやっています、19歳、大学1年生です。10月に TIFF でデビューさせていただきます。そう、デビュー前なので、まだね、今なら子さんです。絶対に大きなアイドルになって押したことを後悔させませんので、よかったら押してください、よろしくお願いします。あ、ワールドクロスさん、こんばんは、来てくださりありがとうございます。あ、さんまさんもまだ録画してないです、まだしてなかった、もう、え、まだまだ、え、今何時にやるんだろう、見逃しちゃったらあの TVer で探してみます。当分初見マークつけろください待って、これ多分文字化けしちゃってる気がする、ゆりのパソコンだと。なんて読んだらいいんですかね、 P かっこ P かっこ閉じかっこマイかっこ閉じかっこひかっこ閉じあとカエルちゃん大好き村新さん、なんてお呼びしたらいいですか、教えてください。時間にズーム待ってやめてください、ここ拾わないでください、本当に拾わないでください、時間にルーズです。あの普通にズームのこと考えてたら間違えてそっち言っちゃいました。なんか結構頭の中で思ってることを口に出しちゃう傾向が私あるみたいで、本当に嫌です。もうマッチュさん、逮捕されたいのはユリが可愛すぎるせい、あ、初見です、だってまたマッチュさん初見詐欺するんですか、もう本当に7時50分マッチュさん現行犯逮捕です、逮捕困ります皆さん、本当に。北野、ちょっと最新のコメント見ますね。ロキさん、北野2度目だけど初見っていうのがお約束って、それに対してガクさんが挨拶代わりに初見ですって、なんかこのルームのデフォルトですなんてちょっとそんなあの悪いこと、私はあの取り締まってるんですよ、治安を良くするためにだから嘘はねダメです、地獄に行くことになりますよ嘘ついたらちょっとやばい、53件も溜まっちゃってる、消えちゃうかなコメントね、本当に怖い、これ消えちゃったかもしれない、あ、消えてない、よかった、今日は発動しませんちゃんとニーナリンゴさん、すごい記憶力一度来てます、ですよねですよねですよね、そう、私記憶力は本当に自信があるんです覚えてますよちゃんとニーナリンゴさんのこと。カルルさん、後ろのカーテンもピンクにしたらさらにアイドルな部屋になりそう確かに、私でもね割と部屋は白で統一してるのでね、あのもしも一人暮らしをするとかになったら多分ピンクにするかもしれないです。常連なのでそろそろ釈放してください、だってダメです、初見詐欺したのでダメですモさん、僕も5月23が誕生日なのでお祝いしてください、5月23日にお祝いしますね、私の友達と同じ誕生日なので、モさん多分ね、それもね前ね聞いた気がするのでしっかり覚えてますよモさんの誕生日シンさん、ご自由お届けありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。時間通りに終わるのかな、あと8分で全部読みます、8時で終わるってことはコメント全部読めないってことですね、いや何としてでも
全部読みます。なのでいっぱい皆さんコメントください、お願いします。あ、たからさんスクショありがとうございます、よかったんです。そう、濃厚月見バーガー、月見パイ美味しい。あ、そっか、お芋じゃない、全然お芋じゃなかった。そう、私あのそう、何、9月の秋のご飯、なんか月見系とお芋系がもうね大好きです。このために私はね生きてると言っても過言ではないです、本当に。確かに今日終わってもまだ8時頃だから他のメンバーの配信も見てみようかな。名前と顔一致させたい。ぜひ皆さん、あのこの後8時から福ひなちゃんが配信するので皆さん見てください。あとは私把握してないんですけど、多分9時半とか10時ぐらいとかからまた他の子がいっぱいやると思うので、ぜひ皆さん見てください、お願いします。月見フルーリー明日発売だよ。そうなんですか。じゃあ明日月見パイと月見フルーリー食べます。ゆりツイッターにあげますね、食べたらちゃんと。たからさん、たからちゃんさん、最近秀才キャラご利用しなんですね、甘やかしたので受け入れます、ありがとうございます。キャラじゃなくて本間もの秀才です。マジか、じゃあユリピチューブかーって。そう、私国内ハーフなんです、国内ハーフ。高尾さん初見です。初見じゃないです、高尾さん7時53分現行犯逮捕です、逮捕。ユリピチューブ発売しないかな、わさびかな。どういうことだ。カルルさん、それを言うなら自分は九州と四国のハーフの神奈川県民です。おお、すごいハーフだ。こっちからのこっちみたいな。痛い痛い。私は関東と関西のハーフの千葉県民です。シラスがテラスみたいな、あ、シラスがん、シラスがテラスみたいなイントネーションでおもろい。そう、なんかイントネーション私本当におかしいんですよね、なんか。そう、でもそれは私ハーフだから、あの関西と関東のハーフだからっていうことにしております。あ、チューブとチューブかけてるんだよ、はにゃって言われちゃった。そういうことか、なるほど。みんなギャグ線高すぎます、本当に。なんでこんなギャグ線高いんだろう。おじさん魚の名前だと思ったわ、だって。違います、針のやつです、針のやつ、これ通す、あの通すやつ、あの伝わります、こういう銀色のおじさんのがあるんですよ、通すやつ。あ、カムカバーさん、ユリピおばんです、だって。カムカバーさんおばんです、来てくださりありがとうございます。ユリピース、イエーイ。マクンさん、ユリも好きです。喧嘩した人間違ってもないので、そう、あの菅原の道真さんは確か学問の神様ですよね、確か、確か、え、違うかな、わかんない、忘れちゃいました、なんですけど。俳句紫式部って大きく出たな。そう、私前世紫式部でした。そう、だってあの、そう、だって昔の人しょっちゅうあの俳句でなんか つぶやくっていうか、感情をなんか書いてたじゃないですか。あれって今で言うツイッターだと思うんですよね、私は。だから私はよくツイッター見てる、ツイッターとかよくツイートするので、そう、多分私は紫式部でいっぱいね俳句をあのツイッターという名の俳句をあの昔もねやっていたと思うので、私の前世は紫式部だと思います。QED 証明終了。なら光源氏になるかなって。え、光源氏は確かクズなんですよ、あの人ね、クズって私ね古典で習いました。来たのにダメだけど初見っていうのがお約束って、初見詐欺はしなくて大丈夫です。あきらさん、ゆりピース、イエイ。足2メートルから大きなアイドルでしょうか。そうです、私足2メートルなので大きなアイドルです。あ、コメント追いつきました、多分皆さんが遠慮してくださっちゃったのかな、でもコメントあのなんとか追いつきました。初見は治安悪いのかで、嘘つくのはダメなので初見詐欺は取り締まってます。ちなみにヨダッチの写真集をファーストもセカンド持ってますね、リリホちゃんのも。そうなんですか、すごい。私は写真集はあの斉藤京子さんのだけしか持ってないので、あの羨ましいです。
ロキさん、ガクさんありがとう、初見ですだってね、ロキさん初見じゃないです。もうロキさん7時57分現行犯逮捕です。逮捕逮捕逮捕。あ、そう、そういえば今日アイシャドウ買いました。多分私いつも眉毛描くやつでアイシャドウやってたんですけど、今日はちゃんとしたパレットで描きました。ちょっとピンクみたいな、ブラウンみたいな感じですショールームの画像変えないんですか？今のも可愛いけど画像変えるともっと人気でしょう。あ、そう、私もね変えたいんですよ。あれもうなんか漏れてなさすぎて本当に嫌なので。でもなんかみんな変えてないから変えていいのかなみたいな、ちょっと分かんなかったので、あの一応確認を取って、あの確認いただけたら運営さんから変えようと思います。藤原氏と菅原道真も戦ってました。あ、そんな気がする、確かなんかありました私の頭の中になんかここら辺、頭のなんかここ片隅に記憶が残ってました。そう、懐かしい。本当にね、当時ね、あのお風呂の中とかにも日本酒の一問一答持ってって、もうずっとやってたんですよ、一問一答と教科書読んだりとか。でも受験が終わった瞬間に全部飛んできましたこの BGM のせいか寝落ちしてただって。モさん起きてください、ちゃんと起きてください確かにでもこの曲結構眠くなります。本当に私も眠いのでガクさん足の大きさが2メートルなんだ、そんな靴存在するんだって。あのそう、足はね2メートル、私長いんです足が特注です、特注。初見って怒るくせに逮捕するときはすごく嬉しそうじゃないですかって。あのこれ可愛いのでね、逮捕するのはねちょっと楽しいかもしれないです。でもダメです、初見詐欺は良くないのでダメです。ポリスの格好見てみたいです。あ、昔、昔っていうか、あの決勝の時らへんにあのポリスの格好をしてたので、ちょっとツイッターをさかのぼっていただいたら確かね見れると思いますあ、8時になっちゃうんだ、いけるかな。あ、でもあと3件だ。身長159センチ、足2メートル、そうです、足2メートルです、足長いんです。なんかね言われたんですよ、私あのなんだっけ、あのなんだっけ、あのそうだ、あの写真、全身写真を絶対私ツイッターにあげないから、あのそう、なん足が短いんですかって言われたんですよ。だからそう、足がね2メートルあって入りきらないので、いつも上半身だけですっていう風に言いましたそしたらみんななんか足2メートルって、歴史全くわからないっていうか全く興味なし。私あの歴史はね割と好きで、よく江戸東京博物館とかよくね行きます。博物館が好きですミヤは変えたよ、あった車検です。なんで、あ、ミヤタン変えたのか。じゃあユリも変えます、ルームの画像。あった車検です、なんで車検じゃないです、お奉行さん。8時1分現行犯逮捕です、逮捕逮捕だ、逮捕。リミリンがハニャをやってくれません。ユリピちゃんは、はやってくれますか、ハニャって。え、私結構ハニャ言っちゃうんですよね、学校とかでもしょっちゅうねハニャって言ってました。マサさん遅くなりました、初見です、初見じゃないです、マサさん8時1分現行犯逮捕です、逮捕。そう、8時だ、やばいやばい、ちょっと明日ね早いのでね、そろそろ切り上げたいです。あ、ユリピの足が2メートルって、かかとからつま先までが2メートルなんだ。あ、確かに確かにそうだ、かかとからつま先、いや違います、膝、膝下っていうんですかね、足の長さです、こっちの足の大きさ、足は 23.5 センチなんですけど、こっちの長さが2メートルですそれは悲しいね。8時になったので初見レスラーってどういうことですか、ガクさん。8時2分現行犯逮捕です、ガクさん逮捕ですあ、ケンタロウさん
ユリピしか買ったありがとうございます。ケンタロウさん、ちょっと待ってくださいね。あ、そうだ、明日はちょっと何時からできるかわかんないんですけど、多分10時からはできると。あ、嘘だ、10、ん、待って、カレンダー見ないとわかんないや。え、でもそうか、どうしようかな、明日もどうしようかな。明日は8時9時で行きたいと思います。明日は8時9時です。ちょっと明後日もね、朝が早いので、ちょっと明日は夜の8時です。夜の20時21時で行きたいと思います。ケンタロウさん、コメントありがとうございます。高澤ゆりやです。19歳大学1年生です。千葉県出身です。10月に TIFF のステージでアイドルデビューさせていただきますよかったら押してください。今ならまだ子さんです。ケンタロウさんに押していただけたらとっても嬉しいなって思うので、よかったら応援してください。絶対後悔させません。よろしくお願いします。あ、ゆりぴしか勝たんで、ケンタロウさんありがとうございます。ケンタロウさんしか勝たんです。ありがとうございます。あ、福ひなちゃん配信始まったらって、またゆりも行かなきゃで、福ひなちゃんの配信、皆さん同じグループの福ひなちゃんの配信に次は行ってください。はにゃってかゆちゃんなんてあざと女子ですねあざとくないです。はい、ではコメント全読みありがとうございます。ちょっと今日すごいなんかテンポ悪くなっちゃったんですけど、読めて一応全部読めました。しんぼさん、こんばんは、来てくださりありがとうございます。もう今日はね、この辺で配信終わりなんです、ごめんなさい。明日は夜の8時からやりますので、よかったら来てください、お願いします。のぶさん、のぶさんしか勝たんです。福ひなちゃんで検索すれば出てきますか。福田ひなたってやった方が出てくるかもしれない。漢字は普通に福田って、普通の福太郎の福に田んぼの田に、ひなは確か違うかもしれない、違うかもしれないんですけど、確かこんな感じだった気がします。ひな確か違うかもしれない、わかんないんですけど、多分福田って言ったら多分出てくると思います。はい、では皆さん行ってくださいね。次福ひなちゃんの配信に私も行きますので。はい、ではライブランキング壇上お読みさせていただきたいと思います。13位ともさんありがとうございます。12位あきらさんありがとうございます。11位たかおさんありがとうございます。10位アロマさんありがとうございます。9位ひろきさんありがとうございます。8位てるひろさんありがとうございます。7位かずささんありがとうございます。6位かみかみさんありがとうございます。5位けんちゃんありがとうございます。4位よしひこさんありがとうございます。3位るいさんありがとうございます。2位ジェントルメンさんありがとうございます。1位ももかつさんありがとうございます。イエーイ、見てくださった749人の皆さんも本当にありがとうございます。とっても嬉しいです。明日は夜の20時から21時でやるので、遊びに来てくださると嬉しいなって思います。でももしできなかったらすいません。ちょっと 100% できるってちょっと断言できないんですけど、そう、多分 90% ぐらい、わかんないや。でまたファンルームとかでお知らせしますので、一応ね、8時からやる意思はありますので、お願いします。見てくださると嬉しいです。あ、てるひなさんが漢字書いてくださった、福田ひなた、そう、福田ひなじゃなくて福田ひなたです。そう、ひなたって読みます。福太郎、薬の福太郎です、福太郎さんはい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。なんだっけ、まだお休みしないから、でももう8時で早寝早起きの人はもう寝ると思うんですけど、もしももう寝るよって方はぜひ夢の中でお会いしましょう。ではこの辺で終わりにさせていただきます。5秒数えて終わります。5、4、3、2、1